こんばんは。夜のともちゃんネルラジオにようこそ、えー。私のチャンネルはよくね、えー、世界一適当な、ね、というタイトルをつけて、えー、動画にしていることがあります。あの適当っていう言葉をね、皆さんどういうふうにらわれているかちょっと私もね、そこまでは、うん、存じていませんけれども、あの適当という言葉、 すっごい使い勝手のいい言葉だと私は思っておりますえ使い勝手がいいっていうのはどういうことかというと、えー、世間的にこう認知されている適当というのはねいい加減なとかっていう言葉がほとんどねじゃないかなと思うんですよえ適当というのはね確かにいい加減なっていう言葉の意味もありますけれどもえ漢字に直して 見てもらえると分かると思いますけれども、えー、適材適所に当てはめることというねそういった意味合いもございます、えー、そうなってくるとまたね適当いい加減なとはねまた違った反対の意味になってくるんですよ、えー、それはどういうことかというと適当でいい加減なっていうのはね、えー、チャランポランということなんですけども私はそんなもんでいいんですよチャランポランでいいんですけども 適当という言葉を使った時には、えー、的確にそれが当てはまることに関しての雑談という意味合いを含むこともあります、えー、その雑談の中にね適当でチャランポランな雑談もあればそれこそ的確に的を得たものを話すこともあるということですだからね、えー、世界一適当な雑談というのは世界一 的を得た雑談ということとも取れますし適当いい加減なということでね、えー、いい加減な雑談なのかもしれないし、まあ、その辺はね本当に使いようが使い勝手がいいんですよねだから私はその世界一適当なっていう言葉を入れて、えー、雑談というね、えー、ラジオを今作っておりますし 雑談の動画を作っていることもあります。それでね、本当に適当に何でもいいから動画にできるっていうね、そういった私の楽しみの一つでもあるんですね。こうやってね、適当に喋っていることもね、雑談で適当になるし、そしてね、またまともなことを言って、まとえていてもそれも適当になります。だからね、適当という言葉をね、本当にいい加減な言葉とね、解釈してもらう人もたくさんいると思いますけども、 それでもね適当というのは的を得たそして当てはまる言葉ということもあるんですね。でそういったねことを考えてみると、えーまあ、普段ね思いつかなかったことに関してもえ適当ということにね当てはまるそしてね私が今適当と使っているのもねいい加減に適当と使っているかもしれないし えー、そして、ね、当ててね当当はまるるから適当と使っているのかもしれませんその辺はね、えー、会社の服の仕方で、まあ、変わってくると思うんですけども、まあ、それでも、あのーまあ、楽しい方にね解釈してもらえばいいんじゃないかなと思います、まあ、だけどねあの喋、ー、ってる本人が適当でいい加減なもんだから適当でいいんですよね、えー、こういったところでね適当というのはねまたいい感じで使えるのかななんて思っております まあこれをね、本当に当てはまる方のね、あのー、適当と呼んで、聞いたらチャランポランでいい加減なこと言ってんじゃねえよ、この野郎という人もいるかもしれません。だけどそれはね、適当という言葉がね、両面の意味を持つから適当なんですね。だから、そういった思い込みで見ていただくと、ちょっと、ほんってなってしまうと思ういうこともあると思うんですけども、でも適当という言葉のね、意味合いは、 両面持っているということです。それはね、もう辞書を引いてみれば分かると思うんですけども、両方の意味合いが載っています。だからね、あのー、それはね、一つの知識として覚えていくといいだけであって、それをね、使い込んでいくのに、えー、それで、ああ、だ、このない、こう、人にね、押し付けるような、えー、話し方、言い方含め,含めまして、えー、やるというのはちょっと違うかなと言います、思います。だからね、適当というのは、本当にいい加減であり、当て,当てはめ、 られるね、えー、適材適所で当てはまるという言葉もあるということですね。要するに言葉自体がもういい加減なんだというふうに私は思っております。えー、そういった適当で世界世界一適当なね、えー、雑談なんですけども、まあそういった意味もあるということをねもうあらかじめ本当はね喋っておかなければいけなかったんでしょうけども、まあ、私が適当なもんですから。 まあそんなのは後でもいいかなと。とりあえず喋りたいこと、言いたいことを、を話したいことをね、適当に動画にしてればいいんじゃないかなと思った次第です。だけどね、まあ、年も変わりまして、あのこういったこともね、ちょっとお話ししておいた方がまあいいのかなということで、動画を作ってるだけなんですけども、あの、まあ、映像なんかをね、まずはそれに合わせてつけるようなことはしないんで、まあ、とりあえずラジオのオンエア的なもので、えー 動画を作っってていいきたいと思っております今後もね、こういったラジオ的な動画、いくつかね、出そうと思っています。でもちろんね、反響がなければ、まあ、即座にやめるということもあるんですけども、適当な私は、そんなことがあっても適当に動画を作っておりますので、えー、興味があったら、まあ、その時もね、聞いていただけると嬉しいかなと思っております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。えー また適当なチャンネル、ラジオを、ね、作っていきますのでよろしくお願いいたします。バイバイ。